どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は寒冷五層というテンプレ編成を紹介したいと思います。で、この槍編成と言いますと、ヤリクソンを一番に思い浮かべる方がほとんどなんじゃないかなと思うんですけども、こちらの編成もリクソンは使うということになってるんですよね。ただロシクは使わないので、ヤリクソンに比べると若干組みやすいのではないかという編成ですね。その分強度は若干下がるんですけども、大体編成としては十分に強そうな感じがしますので、気になる方はよかったら組んでみていただけたらと思います。万能型で槍の編成、コストが18ということですね。コストはヤリクソンと同じということになります。で、兵士宝物はリクソンに必要ということですね。なので一つは使っちゃうんですけど、ヤリクソンはですね、ロシクにも必要ということになりますので、兵士宝物一つでいいというのはですね、共存しやすい部分の一つになるんじゃないかと思います。で、リクソンに混迷乱状もしくは背中ダイエット、滑骨領得で、観念に虚水断橋と水路断絶で、テーフにですね、イブ軍民と総戦尺戦という継承戦法になってますね。なんでかなり回復戦法っていうのをしっかり積んでるということになりますよね。リクソンの滑骨領得であるだとか、あとテーフの総戦尺戦なんかで回復ができるっていうことになるんですけども、リクソンの継承戦法で背中ダイエットを選べばですね、これでも回復できますし、あと虚水断橋でも2班が得られるということになってますし、あとまあイブ軍民でもですね、1回回復っていうのはあるので、とにかく回復戦法はしっかり積まれてるっていうところはありますね。で、虚水断橋の回復量に関しては、関連の火力が出れば出るほど回復量も増えていくということになりますので、関連の凸っていうのはしっかり進めておく必要があるんじゃないかと思います。で、水路断絶も覚えてるので、回復無効っていうのは相手に付与しながら戦えるということになってますので、回復がメインの部隊に対してはですね、かなり強く出れるんじゃないかという編成になってますね。で、こちらには記載してないですけども、テーフにはですね、援護付きの鎧を装備させるといいんじゃないかと思います。これによってですね、1段目にですね、首相が落ちるみたいなことが減らせる上にですね、あとテーフのカウンターでですね、強行なんかを付与できたとしたらですね、相手を止めることもできるということになりますので、割と推奨されてるんじゃないかと思いますね。なんで相手にね、結構弱体状態を付与するような編成ということになってるんですよね。リクソンの固有戦法で燃焼も付与できます。で、混迷乱状でですね、デバフもかけれますよね。で、虚水断橋で階層状態を付与で、水路断絶で回復無効で、テーフで強行っていう形になってますので、相当デバフがかけられるということになりますので、弱体解除っていう手段を持ってないような部隊にもかなり強く出れるんじゃないかと思います。で、リクソンの兵法書は赤兵愛民主性防備になってますね。赤兵愛民はですね、毎ターン回復、まあこれ 50% の確率でなんですけど、あと主性がですね、被ダメージ減らす。で、防備に関しても被ダメージを減らすという感じでですね、首相を守るという意図をですね、持ってですね、兵法書を覚えさせてるっていうことですね。リクソンと言いますと、メインアタッカーで使われることも多いので、アクティブ戦法のダメージが上がるみたいな兵法書の方がいいような感じはするんですけども、まあこちらの編成に関してはですね、ダブルアタッカーみたいな形になってますし、まあ第一アタッカーに関しては関連ということになると思いますんでね、硬さっていうのを優先してるということですね。で、赤兵愛民の他にこの英邦回避なんかも良さそうな気がしますけどね、リクソン首相なので、戦闘開始後2ターン内で回避効果を 10% 増やすということで、回避が決まればダメージはかなり抑えれるんじゃないかと思います。で、関連の兵法書なんですけども、こちらの小敵液強と、あと上昇と出鋭という感じになってますね。上昇と出鋭に関してはですね、よだめを増やすみたいな兵法書になるんですけど、小敵液強に関してはですね、回復するような兵法書ということになってます。で、関連って連撃が得られてるわけじゃないので、この通常攻撃後に回復っていうのはあまり合ってないような感じはするんですけども、まあこの上昇と出鋭っていうのをつけさせたいとですね、あとやっぱり耐久力っていうのを気にしてということでですね、小敵液強にしてるんじゃないかなと思います。まあもうちょっとガンガン行きたいということだったらですね、こちらの一撃乱と希望と勝利みたいな形でですね、火力に全振りしたような兵法書でもいいような気はしますけどね。この待望不防なんかもですね、これアクティブ戦法の発動率っていうのが上がりますので、これも面白いんじゃないかなと思いますね。で、テーフに関してもですね、耐久力を上げるような兵法書を積んでるということですね。こちらの不戦屈敵、こちら制御を与えた時に、被ダメージを減らすというものなんですけども、まあ一応テーフっていうのがですね、強行付与しやすいということで、これの発動機会も多いということですね。あとまあ主性と防備という感じですね。この二つを覚えさせるのは、まあ鉄板といいますか、耐久力を上げたいような武将にはですね、この二つを覚えさせられてる機会っていうのが多いんじゃないかなと思いますけどね。まあここら辺に関してもですね、絶対にこれでなければっていうようなのはですね、特にない感じはしますけどね。合ってるような兵法書だったらですね、大体良さそうな感じはします。
で、テーフのところは SP リョモでもいいみたいですね。大体まあテーフの代わりっていうことでですね、使われる機会は多いんですけども、まあテーフの方が突進んでる場合が多いと思いますので、SP リョモを使う場合はですね、こちらの方が突進んでるみたいな時に使いたいかなと思いますね。で、継承戦法に関しては、イブ軍民と総戦作戦のままで OK ということではあるんですけども、SP リョモの固有戦法っていうのは、相手にダメージを与えた時にですね、割合で相手に制御を付与するというものになってますので、この継承戦法だと相手にダメージを与える機会っていうのが少なすぎますよね。通常攻撃を打った時だけっていうことになると思いますので、そのタイミングでですね、制御が付与できなかったらですね、まあちょっとかなりもったいないということになりますので、ランダみたいなですね、スキルがついた馬に乗るっていうのも一つの手かと思います。で、舞台強度は A プラスっていう感じみたいですね。かなり強いということになりそうですね。結構その S とか A プラスの編成って少ないんですよね。なんで相当上位の編成ということになると思いますね。ティアで言うたら 0.5 とかになるんじゃないかなと思いますけどね。で、組みやすさに関しては B とさせていただいてます。これはあまり高くはないんですけども、まあ、ヤリクソン自体がですね、かなり組みにくい編成で、で、今回もですね、似たような継承戦法を積んでるっていうところですよね。カッコツ領土区イブ軍民総戦作戦が一応必須みたいな感じでですね、覚えさせられてるので、これだけでですね、武将がどんだけ引きやすかろうが、組みやすさは B になっちゃうんじゃないかなと思いますね。もしシーズン限定武将が一人入るようなことがあったらもう C にしちゃってもいいような組みにくさかなと思うんですけども、ただ、リクソン、カンネ、テーフ、この3人ともですね、シーズン1で登場する武将ですし、カンネとテーフに関しては後輩室ということになってますので、結構突進んでる方は進んでるんじゃないかなと思うんですよね。無課金でやってるっていう方でリクソン2突ですとかいう方もですね、結構見かけますんで、割とその武将だけ見るとですね、組みやすいんじゃないかなと思います。継承戦法はかなり高級ですが、まあその仮にあんまり課金されてない方がですね、渾身の一部隊を作るみたいな時にですね、継承戦法はしっかり揃えてるっていうことだとですね、この編成が該当するようなこともあるんじゃないかなと思います。まあこの編成は僕実際使ったことないですし、あとあまり見かけない編成ということで、まあ断言するわけにはいかないんですけど、なかなか強そうだなということでですね、もしこの動画を見ていただいてですね、強そうだなと思った方はですね、よかったら組んでみていただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。